そうですね、そう。いただきます。いただきます。ヨガファイル、ファイルアップカット。おっと、足開きすぎましたよ、アクシデントが。ゆきさん、ごめんね。いや、俺が悪いんでしょ、どう考えても。全然ない。ガンガン持ってきます。どっから攻めればいいかね、これね。ね。二郎状態だね。崩れるで。めっちゃ分厚いですね。めっちゃ分厚いですね、肉。うん。うん、美味しい。うまいね。いいですね。うん。肉うまいね。うん。来るんだな。俺は今度来たら大盛り食べるよ。いや、そうでしょうね。コツさんは何食べますか。チャーハン。え？チャーハン。チャーハン。チャーハン。カツ美味しいね。量が足りない気がしてきた。うん、確かに。本当そうだね。うん、パーセンテージ的に、ね、キャベツの上からスプーンが入っていかないんだよね。さっきのなんだっけ、あの肉炒め、うん、何かあれ、肉炒め、あれ、あれちょっと残っちゃうべきやったね。なぁ、そんなやつご飯が余るのかな、うん、割合的に。
とんかつ定食になって俺カレー終わったよ。何？もう早いっすね。早いっすね。カレーいっぱいでしょ。なんか肉噛んでたらね。肉噛んでもう口数できたら。早いよ。早いよ。シーブラにでかいんですよ。なにこれ、加圧。ちょっとこぼれたけど。うん。がガチだね。普通の、ほんとさ、普通もっと薄っぺらいのにさ、ガチだよね。素晴らしい。ご飯が余るって言ったけど、まあ、米の方がなくなったね。結構、まあ、まだ終わってないけど、まあ、全然だね。やっぱいけたね、これ大盛り。ちょっともったいぶって食べるわ、これ。10分、だいたい10分。はい、やりました。
カツ満腹中すぎますね。カツでしょ、カツやばいっすよ。それね、カツ最初に言ったもんね。大失敗だったから。ということで、ごちそうさまでした。完食しました。あとはみんなの応援に回ります。次回はぜひとも大盛りを食べたいと思います。ヨガファイヤー。